ゆらゆら繰り返されては、大自然すぎる、すげえな。皆さん始まりました。今回もよろしくお願いいたします。今現在時刻がですね0時前です。1時出航のジャンボフェリーに乗りまして、また四国に行きたいと思います。今回ですね、うどんだけではなくて四国の美味しいものをいろいろ食べてうろうろしたいなと思ってます。四国一周とまではいかないですけども、まあおおよそ半周ぐらいできればいいかな、約3日の予定でございます。前々回うどん行った時は13杯で、前回行った時が15杯ですね。で今回は、まあ、うどんに割く時間がこの2回ほどないので、これは超えるのは無理かな。まあ行けるだけ行きたいと思います。前回行った時にコメントでいろいろここのうどん屋さんが美味しいと教えていただいたので、そのお店なるべく回れたらなと思ってます。いつも皆様の情報助かってます。ありがとうございます。ここはこの間のバスが暴走してね、事故があった現場ですね。痛ましい事故です。ご冥福をお祈りします。さあ神戸三宮フェリーターミナルへ到着。前回は案内の方がいましたが、この辺に前止めとったけどね。バスどちら系ですか？高松です。ここねちょっと時刻があってね、止めれなかったんですよ。あ、そうなんですね。はい、係を呼びますんで。はい、でもお願いします。わかりました。あそこに案内の方がいます。あ、バイク多いですね。到着。今回もインターネット予約したんですけども、ネット上では予約取れなかったんで、もうバイクがバツになってたんで、その理由がこれですね。バツになってたんですけども、電話で問い合わせたら予約はできたので、何かあれば電話することをお勧めします。進んでいったな。一人残されちゃいました。あ、もう乗ってるし、出遅れた。はーい、左側奥の方。本一周挑戦中やで。あれ、なんかこの辺いつも荷物だらけやのにな。でも全然ないやん。上陸。さ、5時17分ぐらいですね。今無事到着しました。今までジャンボフェリーに乗った中で一番寝れたな。さ、では早速1軒目行きたいと思います。1軒目といったらやっぱりここ。さあ、栄だ。到着。2、1、
坂井さん、ごちそうさまです。朝一からね、開いてるお店ですんで、もうジャンボフェリーで香川に着いたらまず坂井田、次は丸亀市までちょっくら走ります。空海っていうお店ですね。あそこに見えてる空海、2軒目空海到着。 Google 先生もうついてるよ、もういいよ。場所がそこになりますんで、あっちから回らないと。ぶっかけの中でもだいぶ濃いめでしたね。うどんがオンだったっていうこともあると思うんですが、しっかりした味で麺は細めで美味しかったですね。現在7時40分ぐらいですかね。あ、うせえ、8時前。今から3軒目須崎食料品店さんへ参ります。コメントでですね、おぎゃさんに教えていただきました。ちょっと言うとん、須崎さんね、オープン9時なんで、このまま行ったら8時半後に到着するんでね、もう一軒行きましょうか。岡島さん到着、かっこ急遽。釜揚げうどんいただきました。岡島さんはできて結構新しくて、最新式の遠赤外線丸釜一押しでしたのでいただきました。ごちそうさまでした。さあ、では予定通り次は須崎さんへ行きますよ。ごっつジャンボフェリーの、ジャンボフェリーの曲が頭の中回ってるわ。知ってますか、ジャンボフェリーの曲。リリ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 ジャンボフェリー。うわ、不気味すぎるやろこれ。いやー、リアル。お、食べてはる。ひとまず到着。ほら、確かにパッと見わかんねえな。 Google 先生ご苦労様です。にゃんこいるんですね。え、うん。こうみんなあの猫さんを撮って。あ、そうなんだ。へぇ、あ、寝てる。どこの島かさんとか。かわいい。寝ちゃってる。ちょん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 。そう、悪いことせんのことしてる。うーん、店のもんな、取ったりアンナされたらご飯のことしてる。全然かわいい。うん、あの、ご飯くれるところです。この醤油クソうめえな。
おお、めっちゃ並んでるわ。ここはうまい。猫かわいい。美味しかったな。もうずっと気になってたとこなんで。メニューは醤油うどん一本勝負、一玉か二玉か、冷たいかあったかいかだけのところですね。まあ、冷たいのを食べたんですけど、歯ごたえがすごかったです。あ、須崎さんのね、猫めちゃくちゃ可愛いな。めちゃくちゃ可愛い。初日のうどんはぼちぼちこれぐらいにして、次は大ボケ小ボケ、伊予のかずら橋で行きたいと思います。ここからどんぐらい、62キロか。登るね。吉野川すげえ。うん、来ました。ここから小ボケ橋。うわー、いやー、あっされてます。小ボケ橋でどうやらゾロ目を迎えそうですね。ちょっと寄りましょう。危ない危ない。ここから大ボケ橋。重要なことを一つ言い忘れてたんですけども、さっきの4軒目の須崎さんのところでうどん食べてるときに、あのベルトの穴をね1個緩めてます、僕。報告は以上です。わー、鯉のぼり見えてきたよ。おーおー、結構でかいんじゃないのあれ。結構でかいけど、なんか全然元気ないな。デローンってなった。デローン、ほら、怖っ怖っ。ここ、あ、川下りある。おお、鯉のぼり全然元気ないやん。どうしちまったんだよ。かずら橋まであと10キロ。すげー、空気おいしいぜ。どん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 登っていきますぜ。あと 700m、 もうすぐやね。あれか、ゴールは見えた。バイク、おお、止めれるやん。100円。バイクの中が290円。あ、このケトラのとこは100円で。わかりました、ケトラのとこ行きます。ありがとうございます、はい。ここは100円で止めていいっていうことでした。着いたぜ。暑い。駐車場向こうでお店中を通って、さらに歩いた先ですね。わー、後で食べよう。鮎
あれか？さあ、桂橋を渡ります。 Let's go。 見てくださいこれ。 Oh my god。 足元こんな感じです。おー、大自然。あ、足元、これ下手したあれやな。これ行ってもらう、これ。よいしょ。あ、意外と揺れるな。揺れてんじゃねえか。誰が揺らしとんの？誰もいないですね。誰もいないです。おーマイガー。外人さん渡らへんな。さっきもカップル払わずに、お金払わずに写真だけ撮ってね、行ってましたけど、せっかくなんでね、渡ったらいいのにな。あ、揺れる、怖い、すごい。わあ、すごいな。やばい。これ下わかります？見えますかね？ちょっとこっち。水は綺麗やな。水はってね、全部綺麗やけど、景色とか。オーマイガー。オーマイガー。ほら、揺れと揺れと、風で揺れるやん。風で揺れるんちゃうねん。人来とんねん後ろから。お父様が揺らしとった。もうあれですかね、怖がるシーンとかもういいっすか。もういいっすかね。こんなんですかね。ほら、足場。レポート終わります。いただきます。うま、苦、うま、ちょっと甘いねんな最初。フェリーで一緒になったハーレー軍団さんは屋根付きの250円の方に止めてましたね。ブッブー、リッチやな。私100円。さあ、風橋を滝を見ました。外人さんが多いですね。しかも渡ってなかったですね。結構こっから高知まで 71.5 キロ。あとはゴツゴツ向かいましょうか。ヘアピンだぜ。
おやおら必殺声だけ。高知県、高知県イン。今香川行って徳島行って今高知。日本一の多すぎて気になるな。1キロ先、ああちょうど道の駅やな。休憩するか。日本一これか。ちょっと行ってみようかな。美空ひばり。左手にあるそうです。すげえな。なんか鎧みたいになってんぞ。補修してんのか。レベルなんか。これ丸じゃないもんな。ボコボコ。携帯ね、忘れっぱで行くやつ、しかもつきっぱなし。いや、大杉連連すごかったですね。いや、鎧みたいなのまとってましたよ。寒ー。多いね、車。なんじゃあの銅像は。なんやケフカか。まず広め到着。広め市場で、もう高知による一番の目的はカツオのたたきやったんで、カツオのたたきと、あとウツボの天ぷらで、ほうじ茶ソフトクリームいただきました。ごちそうさまでした。高知城ですね。ちょっと時間があったら回りたかったんやけど、まあ時間と自分の体力も、今から城を攻め落とすのはちょっとね。着いたぜよ坂本先生、着いたぜよ。なんか萌えな萌えなチンチン電車。
山山山やな。道幅が狭くなったな。さっきの顔なしからですね。大自然すぎる。すげえな。先ほど四国カルストを過ぎたんで、今宿に向かってるところですね。なんで今度宿から今度反対に上がってきて、四国カルストの方に行くんで、明日の朝この道を通りますね。朝結構早く出ようと思うんで、あれはだいぶ寒いぞ。急に住宅が出てきたな。雲の上図書館、ハリ、お、スーパー、サニーマート、目に虫が入った。でも綺麗に撮れました。いや、あんま大きい虫じゃなくて良かったです。おー、ここはない宝泉坊ロッジ着いたな。あ、はい、ありがとうございます、グルーさん。おはようございます。結構狭い。次は目指せ松山。足湯がある。